今回のテーマは髪について、最後は洗い流さないトリートメントの選び方についてご紹介をしたいと思います。まずは選ぶ基準について、どのような効果を期待しているのか。髪が乾燥している方は保湿力の高いもの、毛が細くて腰や張りが少ない柔らかな髪質には張り腰感が高いもの、絡まる髪にはキューティクルケアができるものなどがあります。機材の違いはミスト、ジェル、オイル、ミルク、クリームタイプなどがあります。まずはこちらのスプレータイプ、軽くサラッとした質感に仕上げたい人向け、保湿力は低めです。しっとり感が欲しい、髪が広がる方におすすめです。ミストタイプで人気が高く、私も以前使っていたのはこちらの、スティーブン・ノルでした。そんなに安くはないんですけれども、使用しているスタッフも多かったですし、リピートでよく売れていました。後世の美容部員さんはこのスティーブン・ノルが好きな方が多いです。続いて、こちらオイルタイプ、髪質をあまり問わず万能に使えます。私が一番好きなのもこのオイルタイプです。安すぎず高すぎずで、以前は、こちらの、ロレアルパリの、オイルトリートメントを使っていました。最初は1種類しかなかったんですけれども、今は種類も豊富になりましたので、よく売れてるんではないかなと思います。香りは独特ですが、私は好きでした。人気の高いケラスターゼも同じロレアルの商品ですので、品質はいいのではないかなと思います。こちらはケラスターゼに比べて価格は半分くらいです。また価格は少し高いんですけれども、ワンランク上げるんであればこちらのラサーナがおすすめです。こちらクリームタイプ、しっとりします。剛毛、癖毛のひどい方にはいいですが、軟毛の方には重たい感じに仕上がります。黒バラ本舗さんの椿オイルヘアクリームを使用していた時期もありました。結構軽めに仕上がり、使いやすかったと記憶しています。またこういったツヤ出しスプレーなどを使うのもいいかなと思います。頭皮マッサージ、薄毛や腰のない髪の毛に悩まれている方は多いです。また顔の皮膚と頭皮の皮膚は1枚ですので、頭皮ケアはリフトアップにもつながります。現在はですね、私はこちらのプラセンタ美容液で洗髪後に頭皮マッサージをしています。専用の育毛剤などを購入するときは、KGF 配合のものなどもおすすめです。この KGF は、角化細胞増殖因子、毛根部でも産生されている成長因子の一種で、ヘアサイクルの成長期に関与し、毛母細胞を活性化することで発毛・育毛を促進します。今回は髪の基礎知識、髪のダメージの原因、美容師さんに聞いたヘアケア方法、洗い流さないトリートメントについてご紹介をしてきました。髪の毛で印象も変わりますので、ぜひお手入れしていきたいですよね。今回もご覧いただきましてありがとうございました。